こんばんは、ダノラです。パックを動画内で開けすぎてちょっと対戦が恋しくなったんで PTC 仕様の世界に逃げてきました。いやーもうね、ちょっとこの大戦動画を撮りたくて、気づいたら今夜中の3時前ですよ。いやー、ちょっと相手あれかレックザか、ちょっと面白い対戦取れるといいな。ちょっと頑張りましょう。早く寝たいんですよね。よろしくお願いします。あー、レックザだね。どうしよう、リーリエ打っても全然うまくないんだけど、1234562枚しか引けないじゃん。いや、手張りすれば3枚引けるね。3枚引こっか。まあさすがに、いやまあどうだろう、 SM レギュのレックーザだったら大丈夫そう。ピピマ入ってるのかな。とりあえずリーリエで3枚引けますか。あんま強くないけど、まあまあでもとりあえず次の番やられることはなくなったんで、終了で。一応今日僕が使ってるのはあれっすね、言い忘れましたけど、エンペルトのデッキですね。拡張パック、日本で言うとウルトラムーンから登場するトータルコマンドっていうめちゃくちゃ強力な技を持ったエンペルトのデッキなんですけど、こっちの PTC 上の世界でも現実世界でも結構初心者の人にもすごい組みやすいおすすめのデッキなんでね、よかったらぜひ組んでみてください。普通に安価で組めるデッキにしてはすごい強力なデッキになるとは思うので、相手レアリティすごいね。全部光ってんじゃん。やば。ハイ課金だね。レックーザ。すごいな。こっちの世界でももう、このレックーザの疾風怒涛を見ることになるんですね。これ僕、昨日か一昨日やってましたけど。でも、ピピマ、SM レギュになってますよね。だとしたら、ピピマないから、どうやって寝加速するんだろう。ラティアスか。ってことは、このラティアススタート、相手、パーフェクトだね。あとエネルギーもう1枚落として普通にドリームミスト打てば次の番場に相手の場にエネルギー5枚ぐらい用意できるから、あれでも裏に貼ったってことは何だろう、エネルギースイッチ、あれかグズマとか持ってるパターン、この番にポッチャも落としに来てるやん相手。でも手割りもしたから、あと何だろう、グズマでね、なるほど、もう序盤からガシガシ殴っていこうと。確かにまあこっち進化しない限り HP60 とかいう貧弱ポケモンばっかですからね。なんか、なるほど、そういう感じか。まあ、強い、強いっすね、確かに。こういうちょっと二進化ポケモンとかが入ってて、序盤動きが遅いデッキだと確かに、レックーザに蹂躙されて終わりそう。まあ、この際そういう動画でもいっかとか思ってしまっている自分がいるけど。どうしよう、エンペルト引きたいな。水エネと、何捨てます？ポッタイシでも捨てますか。いや、でもポッタイシ捨てたくないな。1234、いやそうっすよね、鉢巻き込みで落とせる可能性あるんで、ちょっともったいないけどグズマ捨てよ。 OK、 とりあえずいける、やり返せる、やり返せる。1234、5に100、もうちょっと種ボケもいてたら、いてたらいてたらあのレック倒せたんすけどね。まあまあしょうがないか。これエネルギーもう1枚つけれたら、この下の技でエネルギー相手のエネルギートラッシュして火力下げれたんですけどね。相手がまだ120ダメージしか飛んでこないんで、次の番もう1枚レックーザを引かれたりしない限りは大丈夫なはず。鉢巻きつけて殴ります。1234、5に100ダメージ、まだいっか。そうっすね。でもちょっとどうなんだ。いやまあこのまま殴りますよ。次の番ね、このエンペルトがやられないことを祈って殴ります。いや、見事に高校1段目にドラゴンブレイク決められましたね。相手もそうそうこんな動きできないんじゃないの。あれか、別にドラゴンブレイクできなかったとしても、普通にラティアスプリズムさんをドリームミストでエネ加速っていう手段もあったと思うんで。いやあれですね、ゼラオラも PP マックスもないとはいえ、やっぱりレックーザ強いですね。でもさすがになんか、レックーザ1枚ぐらいサイド落ちしてる気がするんだけどな。なんか僕も結構レックーザ使うんですけど、レックーザ最近まで使ってたんですけど、なんだかんだね、そんなことなかったですね。しっかりとスーパーレアを盤面に4枚揃えていくと。これだと手割りされたら普通にエンポレオン落ちちゃうんだけどな。1234、やめてくれ。これでエネ引かれなかったらワンチャン。これは引かれたかな、さすがに。うわ、相手、あれじゃん、頑張りリエじゃないじゃん。
なんだっけ、今5万円買い取りでしたっけ、頑張り入り。高すぎません？僕の家賃と同じぐらいの値段なんですけど、5万円って。あー、どうしよう、このレックーザを終わったな、これこれ終わったな。いやー、まあ、でも相手ね、サイド1枚ずつしか取れないんで、ここで、あの、こいつで丸くなるで、コインで表を出し続ける限り、相手はね、勝利に永遠にたどり着けないっていう。そうですね。それしかないな。いや、まあ、でもちょっと、この辺で、ちょっとお茶を濁しつつ、まだやっていきましょう。こっちは GX3 体倒せばいいんでね。とりあえず、ポッチャマ先生を、ちょっと見ときますか、そろそろちゃんと。これ、アロ級が鍵になりそう。とりあえず、丸か。ここで表を出すところから始まる逆転劇。まあこれ、アロー級で殴ってたらどうにかなったりしないかな。あれか、ピピマもゼラオラもない分、結構あれですね。いろんなカードをデッキに、スパボケ回収入れるぐらいの余裕がありますんですね。相手すごいな。本当になんかデッキのレアリティに妥協を許してないですね。まあそれで言うとレックーザハイパーレアにしてないのかみたいな話ですけど、 SR4 枚集めるだけでも十分すごいですよね。で、このデッキはフィールドブロワーが入っていないので、冗談抜きでアローラ急行に進化してやり過ごすしかなくなったって感じですね。さーてとさーてと、こっからどうしましょうかね。どうしましょうかね。あ、OK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 。とりあえず、頼みの綱のアロキューは持ってこれそう。でも、この辺もちょっともう役に立たなそうなんで、肥やしにしますか。肥やしにしたところで別になんか持ってくるもんないけどな。とりあえず、進化して、そうですね、ポッタイシになっていきましょう。で、終盤、テテフとか引きたいかもしれないんで、いや、まあここまで来たら、あと1匹並べても変わんないですね。これ出して、そうですね。まあなんか、エンペルト落とす意味も、まだ、なさそう。シロナで2匹に行きますか。引けないと。やることないんで、終了で。いや、まあオカルトマニアないんでね、この光の結界をまあ突破するには相手やれ U ターン育てなきゃいけないんで、まあ結構時間は稼げるんじゃないかな。まあ時間稼げるだけかもしれないですけど、なるほどね、ドリームミスト4回で落とすみたいな感じか。まあこれでエネルギー3つ垂らししましたけど、ドリームミストの効果で実質帳消し、むしろプラスぐらいまでいくわけね。いやー、なんかここまでレックーザだけで頑張ってるとゼラオラなんていらないんじゃないかとか思いますけどね。まあ実際ゼラオラ以外にも全然なんか普通にラティアスだけで回せますよね。サイド落ちもグラジオなんか使えばケアできますし、本当にエネルギー引かないな。どうしようかな。これグズマでエネルギーあんまりついてないレックーザを前に縛り続ければ勝てる説ないか。ないな。ラティアスいる限りそれはないな。これでそうっすね。ちょっとどんどん手札引きに行きますか。エネ消えたな。このデッキエネ入ってないらしいっすね。終了で。まあ次の番、ポッチャマ犠牲にしてグズまでアローラ急行逃がしますか。相手レックーザダイス教授さんじゃん。コインもレックーザなんだね。地獄絵図なんだけど。いや、待ってよ。これ、一旦。そうっすね。ここ引っ張り出しますか。
で、こっちはポッチャマ前で、エネオ、そうっすね、こっちに手割りして、あ、一旦終了かな。うん、そうっすよね。え、でも相手トラッシュにグズマには行ってるからいやー、ワンチャン山切れ狙えないかな。ワンチャン山切れ狙いたいっすね、これうわー、となると相手に手札を引かせるジャッジマンとかそういったが、相手の手札干渉系のカードが欲しい。ここでアロ級のね、回収手段があったら強いんですけど、なるほどね。とりあえず敗北で、もうここもいらないので、捨てて、エンポリオン持ってきますか。はい。で、キャンディーで、まあ前進化させときますか、とりあえず。で、ここでテテフは、なんかグズまでの負け筋につながりそうなんで1、2、3、4、5、6、7。死に140、170か。まあ、どこでもいいですけどね。これで白の扱いますか。グズマ山にあと何枚ある？あと1枚ぐらいありそうですけどね。ちょっと確認しますか。あるね。このグズマが勝利へのキーカードになりそうな気はする。とりあえず、まあ、エンペルトに貼っても、いや、アロ級の方が良さそうですね。これで終了で。まあ、相手グズマもう1枚ぐらいはあると思うんで、あの山と手札の中に。で、逃げてって感じかな。フートラン、ああ、そんなに山減らしていいの？ああ、入れ替えね。なるほど、なるほど。ん？相手アロ級で積んだやつじゃん。